鈴木真の写真道場、本日は雨の池尻大橋からお送りしております。写真館盛り上げていこうということで、写真館訪問企画ひだま写真館に伺いたいと思います。キャッチコピーは写真で家族は強くなる。では行ってみたいと思います。はい、すごい完成しております。元気ですか？元気です。じゃあ自己紹介お願いします。平間至と言います。職業は写真館やっております。写真館、はい、平間さんです。はい、大先輩です。よろしくお願いします。平間のアシスタントの三輪と申します。好きな食べ物は、カレーとお寿司とうなぎ、はい、三輪さんも撮るんですか？あ、三輪も撮っています。両方です、コメント早速始まった。撮るね、これひらまさんめっちゃ撮りますね。ちゃんと見てたんでしょうか。いつもこれですか？もう汗だくです。恐れ入った。この後恐るべしひらま。もっとひらま、もっとひらま。撮れてんじゃないですか？撮れてんじゃないですか、平間さん。いい写真。はい、1曲でこんなに。まだやる、まだやるのか。何が起こるんだ。この後は背景の色を変えてもう一回撮ります。終わりました。もっといいの撮ります。終わった後のケロッとした感じが恐ろしいんですけど。セッティングは現状維持ですね。天井から逆サイへつなぐような立ち位置から見ると分かりやすいんですが、トップからサイドにつなぐバウンスと。写真を俺は絵で考えてなくて、グルーブで捉えてるんで、グルーブが起これば結果として面白い写真、自分の想像を超えた面白い写真が出る。絵で考えちゃうと自分の想像の中をなかなか超えづらい、自分が感動できないじゃない。で、例えば最後のああいう構図っていうのは誰も考えてない、自分の想像を超えた写真が撮れてる。それはやっぱりグルーブの中で生まれる。まあ、カメラを僕は楽器として捉えていて、はい、ああやって撮るっていうのはあるんだけどね。パーカッション叩いてる、音楽に合わせるっていうふうに捉えてる、グルーブで捉える。あ、平間さん面白いな。よし、平間タニティ。はい、旦那さん、ゆうじろう、ゆうじろう、あぐら。よし、なんで全部時代劇っぽくなっちゃうんだろう。じゃあ背中、背中です。はい、本当かな。やばい。すごいですね、平間さん。こういう人いるんですね。鈴木新写真館よりも無茶ぶりがすごい、もう激しかったです。データさばくの大変でしょう。ハードディスクすぐいっぱいになっちゃった、ね、おー、これいいじゃん。さっきの笑顔より崩れたじゃない、こっちの方が。この写真たちにもみんな音楽がかかってるんですか？しっかり回し目のライティングしとかないとダメなのね。こんだけ自由に動ける。うわ、これすごいね。これいい、いい、綺麗に収めてるあたりがプロっぽいよね。ミリ単位でこれ撮って写真は、まあ、実家がね、写真館やってるから、まあ、うんうんうん、家業としてあって、自分の好きなことは音楽、音楽からいろいろインプットしたものを写真で出力した。ちっちゃい時は、まあ、実家を手伝ってたりとか、うんうん、そういうのあるから、やっぱりもう基本的な部分はできてるんだと。2015年の今年で5年目だと、まあ、震災がやっぱり大きいから、たくさんの命がなくなったので、そういうとこを目の当たりにして、自分は生き生きした人たちを撮りたいなと、それを残したいっていう。写真館っていうのは、被写体であり、クライアントであり、鑑賞者っていう関係がこうミニマムで、写真体で全てそこで成り立つ。広告の場合っていうのは、お金をね、クライアントと企画考える人と撮る人とまた鑑賞する人って全部別々じゃない、うん、だからまあそこでね、針の穴を通すような楽しさはあるんだけど、写真館はそこが関係がすごいシンプルで、ミニマムだから、やっぱりすごいやってよかったなと、やりがいがあるし、すごくダイレクトに感じられるから、は何よりもやっぱり人生後半は本当やりがいに出会った、こういう余分なものがあるのはすごい大事だな。
余分な ノイズみたいなことは意外と大事なんじゃない。すごー、これで平間さんは一体いくら稼いだんでしょうか。全部ネガは取ってある。ネガは全部仕事のも基本的には取って、平間さんっぽいですねこの。びっくりしちゃった。あ、こっちだね。はい、自分で決めちゃうね。はい、あ、こっちもいいね。写真ってまあ良くも悪くも簡単に撮れちゃうんで、感じ考えてるかっていうのは抜け落ちやすいかなって。やっぱり俺はね、やっぱり写真って素晴らしいっていうのを伝えたいんだよね。写真を信じてるから俺撮ってんのね。自分の 目だったらあんなにガチャガチャ撮らない、うん、写真を信じてるから一瞬でも逃したくないっていう思いで撮ってる。ぜひ俺みんなに来てほしいと思いました、うん、特に写真やってる人は、うん、刺激になると思う。なる、うん、勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。来ていただいて、この中から1枚選ぶと撮影料としては3万円、2つ選ぶとプラス1万円、こっちかプラス実費っていう感じですね。撮影料プラスデータであれば 1.8円。ついつい選ばざるを得ないという状況になってしまうわけですね。やっぱ紙で見ると違いますか。違います。だいぶ違います。選びやすいです。これめっちゃ好きです。リアルな表情だね、みんなね。もうあの作品だと思って選んでください。あれこっちが復活した。こっちにしようかな。じゃあ、確かにね、このセレクトバランスがいい。これすごい、平間さんが撮ったって感じするよね。やっぱね、セレクトも平間さんっぽいんだよね。これ撮ってる時笑ってたからね、平間さん。データでいただきます。いくらになるんだろう。怖い。3万円で、2カット目以降が、1万円で、5カット目からは8000円になります。で、はい、データは、1.8 千円の6点分でご契約中になりますが、よろしいですか。はい、はい、クラブとかライブに行くのに近い感じですね。まあまあ、そうです。開放する感じ。テンション上がりっぱなしで行っちゃうんで、それはそれでいいんだよ。もうみんなにイメージと違う。すごい。ありがとうございます。じゃあデータ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、ゆきありがとうございます。失礼します。山写真館、まるでライブハウスのような写真館でした。僕らからするとあの平間至るがっていうのをついつい行く前忘れてたんですけど、いや平間至るに安室ちゃんのジャケットだよ。平間至るすげえなー。なんかうちが霞んだ、ぶっちゃけ。うちの写真館って何なんだ、何なんだ、うちの写真館って何なんだろう、うちの写真館って。振り返りコーナー、第一のチェックポイント、ロケーションとアクセスは池尻大橋と三軒茶屋の間なんで、地下鉄1個分のちょうど真ん中ぐらいにあって、渋谷からは遊ばすって行けるんでいいんじゃないですか。行きやすい。はい、次、コミュニケーションは、そう、音楽を軸にしたコミュニケーション。最後の写真のセレクトとか、平間さんが選んだ写真は自分がいいと思う写真じゃない方だったんですけど、それが平間さんっぽい写真だったから僕はそっちがいいと委ねる面白さがある。次のポイントはテクニックはね、高かったっすよ。すっげー細かいとこまで見てるもん、動かしながら。大前提として動けるライトっていうのを作ってあるから、撮りたい状況を作るための、まるでクラブのようなフラッシュの閃光量の多さと、目が痛くなるんだけど、クラブにいる時の感覚に近くって非常に高度でした。次、はい、時間はね、時間感どうだったですか。撮影 2,30 分もだけだった。そうだよね、4曲ぐらいだもんね。撮影は早いけど撮る量が多いから、セレクトは結構時間かかるけど、振り返った感はするよね。撮った感はするから、決してそれがストレスになるってことはないんじゃないかなと思います。はい、次のポイント、値段はね、平間さんだもん。じゃあ6カットを撮影して7万6000円です。でデータが 1.8 千円で、6点ついて4万8000円の合計12万4000円。1人当たり2万強なんで、体感もしたんじゃないですかね、あんな贅沢に。次のポイント、エモーションね。もう写真に対するエモーション半端ないっす。あれが写真家だなって思った。半端ない。ぜひ写真やってる人は平間さんに撮られた方がいいと思いますね。非常に良質な写真体験をさせていただいて、すっかりおねむ。とにかく平間写真館ぜひ行ってみてください。鈴木真の写真ラジオ。